ガクチカ一つで大丈夫なのかって大丈夫ではないかな。どう伝えようかっていうことに固定観念になってる気がしていて、だったら個人型の営業が向いてるので。どうも、しゅんです。こんにちは。ぐらい今回は就活ダッシュという企画で、実際の悩んでいる就活生に就活のプロの大人の方3名がお悩みを解決していただくという企画になっております。ということで本日も、悩める就活生と実際の就活のプロの大人の方に来ていただきました。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介、金本さんからお願いします。金本と申します。今はですね、マイクロソフトという会社でプロダクトマーケティングに従事してます。でこれまでのキャリアの中ではですね、日系の通信会社で、新卒採用担当などもやってました。トイアンダと申します。 P&G という会社でマーケティングを担当し、その後ルイ・ヴィトングループ LVMH という会社でマーケティング担当を独立しました。大学時代には外資就活 .com というサイトで論知事に参加し、その後2015年頃ですね、ワンキャリアというこちらも就職活動のサイトで論知事に参画しています。おなじみ南でございます。世界一という名前で YouTube やっていますので、よろしくお願いします。ということで本日来ていただいた就活生の方、簡単に自己紹介をお願いします。拓殖大学政経学部3年の長谷川海斗と申します。今日は一日よろしくお願いします。実際の今の就活の状況をお聞きしてもいいですか？インターンがあんま受けられてなくて、2社くらいは受けたんですが落ちてしまって、今自己分析とかをメインでやってる状況になります。どういう業界に行きたいとか、こういう風に就活を終えたいなとかってあったりしますか？金融業界に行きたいなっていうのは思っていて、というのもカード会社で3年間アルバイトをしていて、その経験を生かせるかなと思って金融業界を志望しております。早速その就活の悩みの方をいただいてもいいですか？ガクチカは一つで大丈夫なのかっていうところで、アルバイトのガクチカしか持ててなくて、ゼミとかできてないですし、学校もオンラインになっちゃって全く行けてないので、友達とかも全く話せてなくて、何も今頑張ったっていうことが見つからない状況になります。ちなみにその一つはアルバイトだと思うんですけど、どういう感じで頑張ったんですか？アルバイトは今3年間ずっとやってて、お客様と話したりする仕事なので、毎日お客様としっかり話すっていうのを心がけてやってきました。ちなみにどんなバイトを？お客様と接客をして、カードを作ってもらう、お客様にお渡しをしてっていう作業になります。ゼミは入ってはいらっしゃる？2年生の頃から入ってるんですけど、1回もほとんど行けてなくて、で3年生になって少し行ってっていう感じで、全く活動というものをやってなくて。で行ってなかったっていうのは、ぶっちゃけて言うとサボっていたのか、開催自体がなかったのかっていうと。開催はあったんですけど、お菓子パーティーみたいな感じで実際にこう進めるわけではなく、お遊びみたいな感じで参加してるって感じです。で今はゼミはオンライン？オンラインもやってなくて、課題を提出するっていうだけで終わってしまってるっていう。まず、ガクチカが一つで大丈夫かという質問にざっくりお答えすると、大丈夫ではないかなというのがぶっちゃけた答えになります。学生時代に力を入れたことで、会社の、ね、採用担当の方が知りたいことって、その人が会社でどう働けるかなんですよ。体現性があるかっていう。そうですね。例えば私がですね、私はものすごいリーダーシップがあります、ちなみにそれを裏付ける経験は1回しかないですっていうと、本当かなってちょっと思っちゃったりすると思うんですね。これがですね、大学生の時もこうだった、高校生の時こうだった、なんなら小学生の時こうだったとか言われると、こいつはとんでもないリーダーシップ野郎だな、というふうに判断されるわけです。学知科は結論3つ欲しい。大学時代に限りある必要は特にない。全部高校時代未満だと、さすがにこの人大学時代何してたんだろうと思われると思うんですけれども、学生時代に力を入れたことが、大学時代のことが2つあって、それ以外の1つとかは全然問題ない。ちなみに学知科でこうアピールしたいポイントというか、どういったその実績で自分の強みとかをこうアピールしようと思ってますか？アルバイトで実際にカードを大型ショッピングセンターの中でやってるんですけど、一テナントに入り込みをして、自分でカードをこうお客様に勧めて、自分でこう成果を取るっていうのをやってて、1日5件カードを新規で入会させないといけないっていうのでやってます。アピールしたいポイントは、どういうところになるんですか？困難な状況でも僕は立ち向かえるっていう
のがアピールしたいポイントなんですけど、1点あるんですけど、ユニクロにこう自分が店頭に立ってお客様こうレジに来るんですけど、そこでも毎回欠かさずのカードの口コミをして、1回断られても何回もハートが強いみたいな感じ、はい、おっしゃってたみたいに3つあったら再現性あるんでいいと思うんですけども、そのガクチカで1個しかない、その1個がすごい卓越したような話、他にそんなことやってる人がいないとか、世界で1位とか日本で1位になりましたみたいな客観的事実としてすごいなっていうことだったら、もうそれでゴリゴリいけばいいかなって思ったんですよ、はい、そういうものでない場合は確かに再現性のあるようなエピソードがあった方がいいかなと思っていて、客観的にすごいなって思わせるんであれば、やっぱりその数字とか入れるっていうのが重要かなと思うんですね。数字ってこう人によって共通なものになるので、例えば今の話とかだと、その5件取るっていうのがどれだけ難しいのかとかっていうのも分からなかったので、それがすごいのであればすごいっていうことを裏付けをプラスしつつ、他に何かあるかっていった時に他にもこういうことができますみたいなところで、まあ、いくつかエピソードだった方が確かにいいなっていうふうに思いましたね。裏付けのその5件がどれだけすごいか分からないっていうのは圧迫している意味ではないんですよ。単純に平均で例えば同じスタッフはもう1件しか取れないもんだ、うん、でもここは5件ですって言われるとすごい人じゃないかというふうになったりする。比較対象が欲しいなっていう話なんですよね。比較対象平日とかが本当に少なくて、カードの新規のお客様でも全員でやって10件しか取れないんですが、それでも自分でその半分ぐらい。めちゃくちゃすごいじゃないですか。それはコンスタントに取れるんですか。コンスタントには取れてはない。どうしたんだよ。確かに全然違う。仕事内に関係ない話していいですか、はい、自分の価値観って将来お金欲しいですか。お金欲しいです。めちゃめちゃ欲しいですか。いや、めちゃめちゃ欲しくないです。最近めちゃめちゃ欲しいんだったら、個人型の営業が向いてるので、いわゆる一般的な大企業サラリーマンというよりかは、不動産の営業をした方が、金儲けの観点ではめちゃめちゃ儲かると思う。はい。だから、嘘偽りないから、この人本当に嘘つかないなっていうので、ね、その信頼取れるから、はい、不動産と売り込む。物件の悪いところ言ってくれそう。絶対言ってくれそう。ガクチカ一つで大丈夫かっていうところに関して、とても実直なところって、もっと売りにしたらいいのにって、多分3人が全員持ってるんじゃないかなと思うんです。メンタルがタフですというよりは、きちんと数字を取り続けますとか、なぜかというと実直だからですと。私はこれまでにカードの欠点もお客様に伝えてきましたし、そういうことを通じて信頼を得られたので、実際にそのスタッフのうちの何割のカード契約数は私が必ず持ってきましたっていうような強みを繰り返し発揮できるようなエピソードをあと2件用意できたらもういけると思うんですね。なんか聞いてて思ったのは、バイト、ゼミ、サークルっていう枠の中で自分の魅力をどう伝えようかっていうことに固定観念になってる気がしていて、日々の生活とかでもっとなんか自身の魅力とかってどっかにあるんじゃないかなと思っていて、一つ一つの生活の中にある自分なんでこれやってんだろうとか、外から見た時にいやそれなんか意外とすごくないみたいなところを人にインタビューしてもらいながらちょっと話をしてみると、バイトでなくてもサークルでなくてもゼミでなくてもいいかなって思っていて、どうしてもガクチカってなるとね、その3つに集約されちゃったりすると思うんですけども、あんまりそこに固執しないで、はい、もう少しフラットになんか違うところにもっと魅力あるんじゃないかなっていう気がしました。うん、親族一同が集まる会で自分がどの立ち位置に行ってどう振る舞うとかって立派なエピソードなんですよね。その自分のね、いとこから進路相談を受けましたと、うん、その時に自分はもう本当に自分の大学も含めてもう本当にいいところも悪いところも調べてあげて、でそれを伝えたらいとこが喜んでくれて、しかも進学先そこにしてくれたみたいな話も立派なエピソードなんですよね。でそれができる人は例えば一対一の営業できっと相手の心を動かせるだろうっていう会社でどう働くかっていう参考資料になってるんですよ、うん、誰かと何かをしている時っていいです、もうざっくりと、うん、その時に自分がどういうコミュニケーションを取っているかを再現性のある、つまり一貫したテーマで伝えていただければすごく強い方になるんじゃないかなと思います、うん。ということで1個目の相談内容なんですけど、ガクチカ1つで大丈夫っていう悩みに関しては、1つでは大丈夫ではないけど、もともと長谷川さんの心の中とか過去に複数あるんじゃないかっていうのが、まあ、ある種の結論かなっていうふうに思います。ということで1個目の質問に関しては大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。ありがとうございました。続いてじゃあ2つ目の相談に移らせていただけたらなと思います。
思ってることを伝えようとしてるんですけど、なんか自分の商品のメリットはここで攻めたところですっていうのを、 ES はイコール面接であるっていう論が確固たる自分の伝えたいこと。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。